憲法改正の話なんですよ。で、今の憲法の中には緊急事態条項ってものは入ってないんです。それを新たにビルトインしたい。中に入れたいと思ってるのが自民党と、えー、国民民主と維新なんですよ。で、中身は何ですかって言ったら簡単に言ったら独裁条項です。どのように独裁かって言ったら、一番わかりやすく言えば内閣だけでルール全部決められるんです。内閣のメンバーだけで法律と同じ力を持つルールを作り出せるんです。危なくないこれって。 国会が関与しなくて良くなっちゃうんです。で、お金も自由になっちゃうんです。それだけじゃなくて、今国会の中で議論されてるのは、議員の任期を、これは延長できる。例えばだけど、衆議院が、もう解散の時期を迎えますと。というよりも、もう任期いっぱい。4年ですよね、衆議院って。で、間に総理とかが解散とか挟み込まなければ、いっぱいいっぱい4年なんですけど、このままじゃあ任期がもう終わっちゃうっていう前にも、これ、それをさらに延長することも可能になっちゃう。 そういうことも彼らは必要だって言ってるんです。でもそんなことになっちゃったら、いつまでも永遠に衆議院議員で居続けることができる人たちが生まれちゃいますよね。下手したら。だって考えてみてほしいのが、こういう緊急事態に関する法制度で、ナチスドイツ、この緊急事態っていうものが解除されたのいつですかって言ったら戦争終わってからなんですよ。ってことを考えるならば、それぐらいの大きな権力、魔法の杖を奴らに、奴らっていうか政治家に渡しちゃダメなんですよ。 私はそう思ってます。で、これは自民党だからダメだ。まあもちろんダメだって言いたい、本当は。自民党だからダメだって言いたいけど、自民党でもダメだし、公明党でもダメだし、共産党でも立憲民主党でも令和でもダメなんですよ、私じゃん。じゃあ緊急時どうするんですか総理大臣が今から緊急事態ですって言ったら、緊急事態の世の中になって、好き放題っていうか自分たちのやりたいように全部決めていけるっていうようなことを止めるためにはどうしたらいいんですかって言ったら、だから法律があるんでしょってことなんですよ。法律っていうのは最悪の事態に備えて、 作られるものなんですよ。で、今足りないものがあるんだったら、さっさと作りゃいいんですよ。で、その時にも、必要な法整備がいるんだったら、その時に作ればいいんですよ。時間がかかるじゃないかって。そんなもの、一日でできますよ。内容によってね。そこに関して、必要なものがあるんだったら、事前の準備をしとかなきゃダメなんですよ。だって、事前に準備してないことを本番でいきなりできるはずないでしょ。それまでだって、緊急事態っていうような状況の時にも、 ほとんど機能してないってことをちょっとお知らせしておいた方がいいかな。この国の緊急事態っていう時に国は一体何をしてましたかってことをちょっとご覧いただきたいと思います。はい。ありがとうございます。まあ、これちょっと古いスライドなんです。ごめんなさい。昔に作ったものなんですね。で、2014年の8月に豪雨による広島県の土砂災害が起こったってことなんですよ。で、その時にこの国のリーダーたち、 危機管理をするべき者たちが何をしてたかってことですね。午前6時半、山梨県の別荘で、当時安倍総理、関係省庁に被災者の救命救済に全力で取り組むように指示しました。これが朝の6時半。午後8時には、富士川口湖町のゴルフ場でゴルフスタート。すごいですね。緊急事態だという時にも、まあ、ちょっとラウンド回ろうやみたいな話になってるわけですよ。はい。はい。他にもこんな感じです。 2017年4月、北朝鮮のミサイル発射の緊張が高まる中、すごいですよ、これずっと見てったら、米韓合同軍事演習があって、北朝鮮はスカッドミサイルを発射しました。 もうこんな行動演習やめろってことですね。で、それが2017年の3月。で、4月には北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射。4月の8日、アメリカが空母の派遣を発表。北朝鮮は反発。で、4月中にまた、えー、これはですね、えー、安倍総理が緊張感が高まっているのは事実だってことで、えー、海外安全情報を外務省から出させたと。で、とにかくアメリカと北朝鮮との緊張関係が極度に高まったっていうのが2017年の春なんですよ。で、2017年の4月15日。 これは北朝鮮の、えー、亡くなった、えー、キム・イルソン主席、105回目の誕生日、えー、誕生日の式典。その前後にも核実験ミサイル発射があるんじゃないかっていう憶測も流れてた中なんですけれども、ミサイル飛んでる時に何したか、桜を見る会を実施。ね、どんだけって人ここにいますよ。どんだけって人ですね。 これ楽しいわな、芸能人と一緒にこんなことできたらっていうことですね。はい。まあ、このようなですね、えー、ミサイルを飛ばすとかっていう緊張感の中でもそのような余裕を見せると。まあ、例えば民主党政権だった時には、民主党政権もろくなもんじゃなかったと私は思ってるんですけれども、桜を見る会みたいなことを中心にしてるんですね、同じようなケースで。はい。危機管理の違いです。2016年6月の頃ですけれども、中国海軍の軍艦が日本の領海を航行していると。緊張感が高まっている中で、どういう状況になったでしょうかってことなんですけれども、し 総理と官房長官何やってるんだっていう話なんですが、安倍総理は午前中、成田から青森、秋田に選挙応援、菅官房長官は朝から宮崎に選挙応援みたいなんですね。えー、散々煽って緊張もうこれはやばいぞやばいぞって言ってる人たちがこういう状態の振る舞いをするっていうのがこの国の状況のようです。で、2018年7月5日、気象庁がこの7月の5日から8日にかけて記録的大雨となりますからね。 本当に命を守る行動をしてくださいってことを言ってたことがあるんですね。これが西日本豪雨ですね。はい。2018年7月5日12時時点の消防庁のプレスリリース、避難勧告の対象人数が16万8713人ですよ。ものすごく広範な範囲にわたって、広範に人々に気をつけろ逃げろってことを言い続けた豪雨の時何をやってたかっ言ったら、 これは衆議院の議員宿舎ですかね、そこで居酒屋みたいなことを、居酒屋ごっこをして遊んでたんですよ、この人たち。はい、安倍総理、えー、当時、上川法務大臣ですね、小野垂防衛大臣とか、さまざまな人たちが、ですね、えー、この豪雨でも大変な時に、7月5日の夕方の夜から酒盛りをしてたってことなんです。でね、これを、ね、見たときに、世の中の人たちは批判するわけですよ、何やってんだ、こんな時にって、でも私、思ったんです。多分違うなって これただの酒盛りじゃないぞって思ったんですよ。おそらくこれからどうしていくか、この豪雨に対してどう対応していくかってことを、この酒を飲みながらだけでもみんなで会議してたんじゃないかなって私思ったんですよ。いや、そらそうでしょう。大変な時ですから。で、どんな話をしてたんですかって、これも会が終わった後にインタビューされた議員がこう答えてます。いや、酒飲んでわーっと言うだけですって。いや、ほんまのこと言うとあかんや、おっちゃんって。 気のええおっちゃんおったもんやで、ほんま、危機管理の気の字もあらへんわっていう、ね気分ようなって、ほら、口開いてる、口開いてる。まあ、口開いたところで止まってる絵なんですけどね、これごめんなさい。まあ、こんな感じです。まあ、こんなことも見てたら、緊急時に任せられるやっちゃうでって話なんですよ。だから事前の準備が必要なんですよ。そういう話なんですね。だから緊急事態条項、これを、えー、憲法で変えたいっていうのは非常に危ない話だなと思ってます。あのー、先ほど言った通り、 どの政党に対してもこのようなものは持たせてはいけないということをやっぱりやっていかなきゃいけないだろうなと。憲法改正という言葉が聞いたときにはちょっと警戒していただきたい。そう思います。